写真をテーブルの上にバラッと出したらそれは湾岸戦争以降まあ2年目ぐらいから1年目2年目ぐらいからえ彼女が取り上げたでその生まれた直後死んでしまった子どもたちの写真を全部撮って箱にためてあったんですね。でそれはおびただしい数でそれでこんなことは湾岸戦争の前にはなかったんだと。 でこんなことが起きてるんだと、でもそれはちょっと人の形をしていないようなあのまあいろんな欠損がある子どもたちがもう本当に生まれてすぐ死んでしまっているんですけど、うんうん、こ鎌田さんの書かれた本の内部被曝の教員の中でも写真が少し、ええ、そうなんですよね。それはですねあのイラクに2回行ってて、1回目は1998年バガン戦争から7年目だったんです。うん で白血病が爆発的に増え始めている頃で、うん、でその時はその写真家の森泉さんと一緒に行ったんんですね、うん、で森住さんはその後、えーまあ何回か23回もう一回イラクに戻って、うん、それでその、まあ、病院を回って、うん、いろんな子どもたちがもうすごくねあの多産系の,あの民族なので、ね、イラク人が。<laughs> あの産婦人科はすごくあのたくさんの人が、うんまあ、女性が子供を見に来るので,、うん、で何回かの取材に行った時にたまたま巡り会ったのがその脳が、まあ、むき出しのままに生まれてきてうん、うん、すぐ亡くなったうん、うん、でその子の写真を撮ろうか撮る前かと彼は悩んだんですけど、うん、お医者さんが撮れと。うん、なるほど でイラクではこんなことが起きてるんだということを知らせてほしいということでうん、うん、私もその写真を提供してもらったんですね。でもあのでも最初行った時1998年に行った時はバグダッドでその病気の子どもたちに出会ったので何百キロも離れてるところに住んでいる子どもたちが。 そのデッカオランダが使われて、何年も経った後に、どうしてそんなことが原因で病気になるのかとうん、うん。いうことがよくわからなかったんですよね。わからずに言ってたんです、うん、つまり、しばくしてる必要。の <laughs> そうなんです。それ、しかも、私は、あの。九十年の取材の最後に。うん 帰ってくるときに、砂漠の狐作戦っていう、あの、え、えー、イギリスとアメリカが。あの、大量破壊兵器の査察を妨害したという、まあ、茶番劇を演じて。制裁だと言って、えっと、四日間にわたって爆撃を、ミサイルを打ち込んだんですよ。で、その中に、あの、レッカーランダーたくさん入っていて。で、みんなこう、シェルターに、こう、あの、ホテルのシェルターに。 あの避難したんですけど、うん、えとその前に私はシェルターを取材していて、うん、そこにアメリカがです、ね、巨大ミサイルを2発 2>、うん、まず1発は穴を開けもう1発にその穴にあのもう2発目落ち込んで、うん、中に避難していた女,女子どもを1000人ぐらいが、うん、そこで蒸し焼きになったとっいう現場を、うん、取材してやったのでいい、ね、ちょっとまあ死ぬんだったらシェルターは嫌だなと思って、うん、まあ十何回かの自分の部屋にいたんですよね。 で、そのチグリス川のすぐほとりに立っているホテルで、その対岸がサダムスセインのパレスだったもんですから。そこに集中砲撃が行われて、でも、それは劣化ランダムだと、その時気がつけなかったんですよね。気がついても逃げようもないし。だから、その後、実はイギリスに、その世界で最高のあの危機を持った、あの検査機器を持った気象。 研究所があって、で、湾岸戦争の時に使われた劣化ウラン弾。ウラン二百三十八がロンドン上空であの検出された。で、しかもすごく高高濃度にというか。そう、普段ないのに、ポコッと上がったっていうグラフを、もう本当にこうパブリックに公開してたんですね。で、九十八年の時も、やっぱウラン二百三十八は直後に、そこの気象観測場で。 観測されたんです。あ<ー>でその後チェイニーがその気象観測場を買収して情報公開しなくなったんですよね。そのウラン二百三十八っていうのは、うん、えっと今の現状の福島からはまあ出ていない出てます。当然出てますよ。出てま <laughs>、はい、じゃそれは、うん、そのじゃイラクの現状のその濃度とその今の福島の状況を考えると僕の予想でいくと。 なんか福島のほうが濃いそうな気がするんですけど多分被爆の形態が違って劣化ウラン弾の場合は、まあうん、爆発してそれを飛散させるのではい、はい、それの度合いがあんまり激しいとあ<ー>で、まあ、福島の場合はまあこれからどうなるかによりますけどもちろん劣化ウランというか238もあるんだけど。うんうん まむしろそれよりプルトニウムの毒性の方が大きいし、それから市の灰として出ているストロンチウムセシウム要素等々と諸々の各種の方が飛散性が高くて、そちらの被爆液が大きいっていうことだったんですね。はい、そのあちこちで計測してるじゃないですか。私もあちこちのこう計測値をあのもらって、あの市民が計測している数値をもらうんですけど。でもあのそういう市民が持っている計測器で測れるのは？ ガンマ線ですよね。あ、そうそう、ガンマ線だけです。ガンマ線だけなんですよ。それでウラン二百三十八はアルファ線を出していて。これは四十ミクロンという非常に短い。だから、そういうものを測る機材っていうのは。あの、日本中にも、そんな数台しかないかもしれませんよね。うん、まあ。あの。各自治体が持ってる。大学にはあると思うんですけどね。あと、まあ、あの、メインで出てのベータ線ですね。アルファ線は。 よく紙紙一枚で止まるとか<の>まあだから皮膚で止まりますよああ外にあね外にあれば安心ですけどああ体の中にあればそれ,がそれが内部被曝の理論なんで僕が一番知りたいのはすべ、うん、ての地域の待機中なんですよ待機中のデータが全然出てこないでしょ今 出て出てこないというかまあバラバラにしか各自治体が測ってないのでそれをちゃんと統一的にモニタリングしてあの地域もオンラインで出るようにしない,という、はい、ですよねしかもまあ空気中だとどうしてもそのガンマ線レベルしか出ないのでフォールアウトってこう土の上に降り積もったやつをきちんと測定しながら出すとかとと土だ全然違うあと水の中だとかあの海のや やつとか魚とか野菜とかをあの統一的に徹底的に継続的に出していかないとあの何が安全で何が安全でないかっていうのも全く今バラバラなので,でも今は鎌、えー、中さんがさっきおっしゃってたのは「劣化ウランダ」の話でしたけどその映画あの僕はちょっと映画はまだ見れてないんであれなんですけこの本は読ませていただいたんですけどあのそのあの日本の乳がんの発生率が、うん。 <の>そうなんですよね。あれはね、えっ、ー、とまああれはまだ研究の途中なので、<ー>あの非常にこう不確定な情報で、うんうん、あの、えー、あれは絶対だというふうにまあ言えないんです。で、ただあの1986年にこれはその確実なデータとしては、<ー>あの、えー、気象庁が モニタリングポストを持っていて、これはそのアルファ線を出す放射性物質を、えー、フィルターでこうまあ放射性加工物、降下物っていうものを、えー、貯めて、それでそれをこのねこの値なんですよ。だから全然人がいなかったんだけど。まあ。 でもね、これは、ね、推測であって<う>あ<の>まだあ、ね、ちょっとあの確,定確定データではないのでいただ、ただそのアメリカでもその乳がんが爆発的に40、うん、この40年間で発生したでも地域差がかなりあるという推測を、ねね、裏付けないとやっぱりこう突っ込まれるなと思ってるんですがただ、1986年に放射性セシウムが100倍普段の100倍日本に降下したというのは気象庁のデータでは。 そあのとのそれをやった後に分かってきたんですねだからその因果関係っていうことなんですけどこれがねあの内部被曝っていうのは体の中に入れましたそれでそれができないんですよあじゃあ俺が今要素どんだけ吸い込んだか分からない一生 あの万発性とさっきあの井田さんがおっしゃいましたけど5年後10年後にがんを発症したとしますよねそれはその時に吸った放射性物質のせいかもしれないだけどそれをそうなった時にこのがんはそのせいだということを証明する科学はどこにもないまり裁判では絶対負けるととかの要素もいろいろあるのであとは疫学調査といって,言って えっと、例えば今飯舘村とかあるいは福島に住んでいる人たちが、まあ、その後今後移動していった時も追跡調査しながらそれと例えば北海道とか九州とか比較的、まあ、全体として被爆線量の少ない人たちとかを比較した時にその今こう集中的に被爆している人たちとあまり被爆して,たしてない人が全体として発がん率が高い。 ということが立証できれば、うんうん、疫学的にはやはり発がん率が高いっていう。でもそれ疫学的に、その集団的な人口の中で、うん、例えばそのこれまで普通はね。そう、事故の前は五人だったと、うん、それがまあ百人になったと。うん、でも、その中のどれが、どの人が、じゃあ放射能のせいでなったのかっていう、うん。まあ、そんなこと。だから、それはこういう考え方をするんですよね。うん、こういうふうにコップがあって、うん、えっと、坂口さんは、えっ、ー、と。うん これがんを発症するバケツでタバコ吸ってないからここがいっぱいになったらがんになるんですよでがんを発症させるリスクのファクターはタバコだったり酒だったりストレスだったり食べ物だったりいろいろあるとでここまで溜まってる人もいる僕多分これですよたぶでこんだけの人もいるでもそこに放射性物質がかぶさった時に 溢れ出すす人がいるわけですよでそれは放射性物質の量によっても決まるしそうだから放射性物質だけでその癌になるということは確かに生きれないかもしれないけれども確実にそ,のそれはあるんですでそれが無用の被爆と私は呼びたいんですけど本来は被爆しなくてもいいのに不本意に被爆させられてバケツが溢れちゃった人たちは癌になります。 だから今回あのまあ昨日我々発表した中で福島手帳というのを出すべきだと。だからあの今回の作業員の人たちもそうだし、うん、周辺住んでいるまあできればえっ、ー、と宮城県南部から福島県の、うん、まああの中通りのぐらいの人、うん、それから、まあ、全く一緒になってきました、ね。お金、はい、はもらえないみたいな。で, <laughs> でその人たちは。 全員トレースできる福島手帳というのを ID をつけて持ってもらってでずっと追跡調査できるようにしておかないとですねそれはある意味人間モルモット的な話にはなるんですけれどもでもその人の健康をちゃんとモニタリングして何かあった時には国がちゃんと保証するという体制を整えていくということを今から準備しておく必要がその要素セシウムとかそれをもう体内のやつを測るのは世界中、どこ探してもないんですか 一応、あのいいね、機会はあって、はい、私もその今その、えーと、この「六ヶ島ラプソディ」のをあをアップリンクで上映してるんですけどこれのその後といって「六ヶ島通信ナンバー4」も上映してるんですよ。はい、そこであのやっぱり事故が起きたということの想定で六ヶ島で大々的な国の避難訓練をやるんですね。はい、でそこにあの千葉県の あの放射線医学の専門の病院からえ特別なこう車がやってきてでその体の中に放射性セシウムがどれだけ入ってるかっていうことを計測する機会を持ってきたんです。それはその放射性セシウムだけであって他の各種例えばプルトニウムあるいはウランに関しては直後に出てきたうんちとか。 おしっことか、はあ、そういうものの中にどれだけ含まれてるかということによって、えー、推測すするしかないんですよんそれで湾岸機関兵劣化ウラン弾の被害を受けた湾岸機関兵はそのおしっこの中に劣化、えー、ウランウラン238が大量に最初出てたんです。はい、でもそれは あとからどんどん、まあ、ある程度その体の外に排出するんですけど、うん、重金属なので,でうい一定のこう量、うん、残っちゃうんですよね残った分は分からないんですよ。なるほどセシウムだけは、うんうん 測れるその機会では測れました。ガンマ線が出るのと、うん、そ,そのセシウムの特徴的なエネルギースペクトルがあるので、ね、じゃあそれは一つのその福島とかのその混合かる上では、うん、まあ絶対や,やっぱり測るべきですよね。はいはい、まあそのシーンが岡島通信ナンバーフォーにあるんです。うん、で、そ,ううそしてそこには自衛隊の化学兵器部隊っていうのが来ていて、まあ防毒マスクをまあそのロカシューたちに見せてるんですけど、防毒マスクを被ってあの行く。 救援に行くと、で私がじゃあものすごく放射線が出ているところにバタッと倒れている人が数人いて、じゃあなた方はそこにこう、ね、行くときに、防毒マスクは確かに放射性物質を吸わないためだけれどもあの放射線どうすんのって言ったらいや放射線を浴びますと放射線を通さない防護服は自分たちは持っていない。 でもこの防毒マスクをすれば放射性物質を吸わないで済むというだけであってでじゃあそれ何分持つのかって言ったら45分だっていうんですよ防毒マスクの,その効果は45分持続するとでじゃあね45分行ってまた戻ってくるんですかって言ったらいやこれは15分あのマスクをつけて誰かを探しに行ったらもう引き返せという指令が来るんだとつまりクッションを見て えー、15分行って15分戻ったら30分じゃないですか。でその時にあの、まあ、避難訓練すごい茶番だったんですけどなぜならその日本人